宮前古墳こっちあるんやろうね。ずっと歩いてきてるけど大丈夫かね。はい、雨でございます。高取町には古墳がねいっぱいあるんやけどね、あれ何にもないですね、古墳みたいな感じが。ああ、なんかそこに、いや、ないね。ああ、そこに階段がある。そこ上がってみようか。お寺さんかね、これ。これ行けるのかな。はい、失礼します。これ行けるのかな。上がってみましょう。この階段また長すぎて、石段が長すぎて歩きにくいね。あら、あらあら、墓地でございました。あら、残念ですね。この辺にね、古墳って書いてあったんだけどないんですわ。あら、なんか行く道ないんですよ、これ。あれないね。もう桜がね、雨の中咲いてくれてますけどね。はい、ありませんでした。どこなんだろうね。ナビで指してるのはこの辺だけどね。宮前古墳へ、お宮さんがあるからね、これないんですよね、この辺に。わかりませんわ。誰かいらっしゃらんかね。よいしょ。ほら、全部閉まってますわ。いたしました。閉まってますね。あそこなんか鳥居がある。あそこなんか入れない。うわ、すごいな。これはこの木は何の木なんでしょうね。これものすごい木が立ってますわ。ここなんかあるね。ここに入り口なんかないかね。何にもないの。こう神社しかないの。宮前古墳はどこに行ったんでしょうか。ほら、クスノキで、このクスノキは素晴らしいんですけど、これ友人様でございますか。はい、うわ、この根を見てください、これ。はい、ありがとうございます。いやー、石も上に跳ね上げてますね。あ、なんか 見える。あ、当たった。なかったぞ、これ。これ、ほら。はい。じゃあ、この近くなんだけどね、これ。どこやろ。上上がったとこないやろ。どこなんだろうね、これ。ちょっと上上がってみましょうか。ほらほら、すごいな。この上にあるのかね、古墳が。お宮さんしかないみたいな感じやけどね。はい、失礼します。うっそうとしたね、木々の中をね、ちょっと歩いているんですけどね。
そうとしてます。いやー、これの木、これもなんかすごい、ね、年代感じるけど、失礼します。ヤシロはあんだけどね、瓦吹きになってるね。古墳らしきものは見当たらんけど、どういうこっちゃ。わからん。あの古墳はどこ行ったんだろう。水たまりや。え？いや、見当たらんよ。これなんですか。はいしょ。はいしょ。これは清松天のあの奥庵の古墳かね。いやー、わからん。可能性としてはここがね、高くなったのか一段であるんですけどね。あとはお社やね。何にも書いてないかわからないね、これじゃ。はい、ちょっとよく、よく回ってみましょうか。もう見るからに古墳でございますけどね、ここ。違いますかね、これ。これ。看板がありますわ、そこに。ほら、そこの向こうも古墳、こっちも。あ、ここやわ。やっぱりこれわからんぞ。全然看板がね、設置されてないんで。はい、あ、宮塚古墳間違いなかったですよ。これこれ、はい、これました、これました。え、これも前方後円墳。失礼しました。まあ言われればそうやね。こう、こう、ここからこう見ると、これが円墳の方でね、こうこうやって、これが前方墳の方やって。まあ小さいんだけどね。はい、雨の中浴衣から来て探すことができました。これ中は見れますかね。この石の積み方ちょっとやっぱ古いね。中見えんね、これは。真っ黒でございますわ。真っ暗で。はい、失礼します。お、電気つくんや。ありがとうございます。失礼します。これね、いやー、かなり石切ってるね。おお、厳しくなってるね。手前の方はね、なんか今黒やったんだけど。はい、宮前古墳でございます。ありがとうございます。これもね、前方後円墳の山の上にね、珍しいんだけど、これ。ね。はい。ちょっと雨でね、歩くの、滑るから危ないからね、はい、退散しましょう。ああ、ありました、ありました。山の上、上がってきて、よかったですね。ちょっと諦めかけたんだけどね、途中で。看板が何にもないもんでね、あの遊具にちょろっと看板があっただけでね、これはみんな見落としますね、これは。ずっとね、奥まで、これはこの奥までね、神社の奥までずっと入っていかないといけません、これ。こんな感じで。何にも、か
看板がないんでね、わからないです。奥、裏にあるの看板がね、裏から回るようになってるのかな。はあ、こういう感じでね、雨降ってたから中入りたいんやけどね、やめてこう。またね、雨が降ってない時にじっくりね、行きましょう。なかなか良かったですよ。はい、これ神社でございます。もう下が緩んで、ものすごい緩いんでね、昼から雨止むいうことやったんやけど、なかなか止みませんね。どっから行こう。靴ベトベトやわ。はい、じゃあ渡りましょう。